はい、それでは、えー、今回はダメージ検証をやっていきたいと思います。えー、っとですね、今まで強いと言われてた、えー、魔法の数々、えー、結局どれが一番強いのか検証していきたいと思います。えー、場所はここのカワトロールでやっていきます。 えーとねまあいろいろ試すんで、えー、魔法をいろいろ試すんで、まあどれが強いのかね、最終的に。えー、まあ、僕もね、検証次第ではこれから使う魔法をちょっと考えて見直していこうかなとは思ってます。で、カートロール相手なんで、えー、黄色の魔法と紫の魔法を効かないです。浮いたりしないんで、えー、凍らせても一瞬です。今はもう凍らせても一瞬でした。 でえー、攻撃、えー、ダメージを与える系の赤い魔法だけ使っていきます、えー、5種類あるんで、まあ、1つずつ検証していきます、まあ、大体ね強さの、まあ、順番は分かるとは思うんですけれども、まあ、どれぐらい差があるのかはいコンフリンゴ830球はいディフィンドが1510 まあここ結構強い違うよね。リフィンドは強いよね。だけど燃えないんですよね。エクスペリアームズは671。まあ、この中では一番弱い。えー、ボンバーダーは1174。でもね、エクスペリアーズムズはね、敵の武器を落とすことがある、えー。弱い的なね。通常攻撃は今100でしたね。で、4発目が700ぐらい出ました。インセンディオ。いくつだろう はいえー、1355ちょっとね数字見づらかったんですけども1355ですはいではペトリフィカス・トタルスえ通常のやつです8300まあこれは強いですよ普通にはいで次に特性をつけたペトリフィカス・トタルスなんですけどもはいこちらの特性まあ全部につけてます 全箇所にペトリフィカトダルスの、えー、3一番強いやつねではではどれだけ入るのかさっき8300ぐらいだっただったよねでは9129もっといくかと思ったんですよねここ意外だったなんでこれ別にって感じだよねだったら他の 特性つけた方がっていう気はちょっとしてるんですけどもまあ一応上がりはしてますねでは次薬草学3これをつけての、えー、噂のやつです神々白菜まあ他にもあるんですけどこれが一番、えー、強いかなと思,思われる道具ですもう出してます3 6 9 2一紙で3692 はい、これで、えっ、ー、とね、今、4回ぐらい噛んだのかな ?4 回が5回噛んで死にましたね。まあ、強いです。普通にね。では次、アバダケタブラー。まあ、これはね、即死なんで、19760。その敵の、えー、生命最大数がわかるって感じですよね。はい、次は、えー、古代魔術。これはね、あの、メーター溜めないといけないだけあって強いです。 1> えーと今1万6000円かな出ましたね1万6000通常ですはいこれは強いで次に特性付き,き、えー、古代魔術のダメージアップ3一番強いやつ全箇所についてますそうすると19760、えーまあ、全部生命持ってきました はい、では一応ね、表にまとめてみたんで、一応ちょっと見づらいかもしれませんが、えー、頑張って作ったので、よかったら参考にしてみてください。えー、っとね、ちょっと気になるというかね、まあ強いなと思ったのが、やっぱね、古代魔術。これ、まあメーター貯めるだけあって、強いですね。あとは、神々白菜。これがね、なかなか、一紙で3600。これは強い。あと、ペトリフィカストタルス。あとアダバああ、アバダ・キタブラ。 まあこの辺ですかね。はい。えー、今回の検証、えー、少しでもね、参考になったらよかったかなと思います。作った甲斐があったかなと思います。意外とね、これ動画短いんですけども、えー、結構作る時間はかかりました。はい。では、またいろんなね、攻略動画なんか作っていきたいと思いますんで、よかったらチャンネル登録などお願いします